ロスチスラフニセイは、オーブルチ公、キエフ大公流陸と2度目の妻との愛の子。トルチェスク公、1195年から1205年、キエフ大公、1204年から1205年、ビシゴロド公、1205年から1218年、オーブルチ公、1210年から1218年、ガーリーチ公、1210年。ラブレンチー年代期には、 1189年頃にベルゴロドを領土としていたことが記述されている。また、一般地位年代記には、1190年頃トルチェスクを所領としていたという記述がある。また同じ頃ポロ別族との戦いに勝利したが、その時は確定的な勝利には至らず、真に勝利を収めたのは1193年のこととされる。1195年、 妻の父、フセボロドから、ボグスラフトリポリエコルスンを与えられた。また、1198年頃には、ビシゴロドを所領にしていたと伝わる。1203年、ロマンによって、父の流陸が啓発させられ、修道院に送られた際に、ロスチラフは、牢に入れられた。しかし、妻の父、フセボロドが解放を要求したため、ロマンは、ロスチラフを解放し、さらに、 キエフ大公の座に就かせた。ロスチラフは翌年まで大公の座にあった。その他のロスチラフに関する記述としては、ラブレンチー年代記の1206年にロスチラフはヤロスラフ・ウラジミロビチをビシゴロドから追放したという記述がある。またある年代記には1210年に白髪となったロスチラフはガーリチから追放されたという趣旨の記述がある。 1188年6月30日、フセボロドの娘、ベルフスラバと結婚した。また、エブフロシニアという娘がいた。1、ベンティン、ディバース、2、ありがとうございます。